Uh -huh. Mm-hmm. 女夫婦役雪雪女ベンベベン月曜オリジナルはベンビートサキがいるよこれももう考えんとな <laughs> そうですね変わってきますもんね二 <laughs> 人いるけどい,いますで誰誰もいるようだからな <laughs> だから成り立ってはないんですよ <laughs> まあまあ普通の紹介だもんねまあそうですね、うん、そっちはしばらくは普通の はい、はい、さっきですにしようかな、じゃあ。さあ,さ,あさあ、さあ、さあ。はい。えーっとね、ね今何をしたんだったかな、俺。え。怖。ねえ。これ、本当に、今の話。怖<ご>い。えっとね。いや、お前、芝居の話しようと思ったんだよ。昨日、芝居本番があったんだけど。はい、はい、はい。先週から告知してますもんね。うんうん、お芝居。そう、そう、そう。 前に何か言おうねーって俺頭の自分に言ったもん。<laughs> これこれ最初言おうね。<laughs> リトルベンビーにリトルベンビーに言ったんだけどあれ。<laughs> 怖いよ。リトルポコチンが収縮してる <laughs> い。ポコチンの <laughs> ポコチン感があるから、ね。<laughs> どうしようと思ってもちょっと待ってよ。シュってなってる。ええなんだっけな。まあー思い出した。はい。あのー、これもう結局聞いてる人に言ってもあんまり意味はないんだけど。はいはい。今日ね、なさっきもさっきチャンプールで言ってたけど。はい。 この後来週、僕がちょっと予定入ってて予定入っててっていうのもおかしいんだけど、まあ予定が入ってさんさんみたいだけど、の仕事が入ってしまったんで、ははいはいオリジナルはちょっとお休みさせていただこうということになりまして、はい、でこのあと収録、ね、<ん>えするんですけど、はい、僕ね、事務所から二十時で来てたのよ。 毎回マネージャーさんからスケジュールメールが来るんですよねでこっちにいつもすぐ7時から生を添えてさやってますね広いところであれとの兼ね合いで20時からなんだなと思って SNS20 時で流しておけそしたらすぐできるんだってねまた別別室のまた別また別町でまた別町で FM 那覇内また別町でなんと19時このあと 生放送終了後すぐ。終了してすぐ。もう十九、うん、時二分から。あ、二分で行きます。<laughs> いや、わからん、まあ、もうテン,テンション次第。ただ、お腹空いてるからな。 あれ今日十十分ぐらいちょっと一回眠る眠る眠るかもしれないな。いやいや寝ないで寝て空腹が紛れるんかっちゃうんだけどね。寝ないで寝ないで。になりますんで。はい。これちょっともうあとで CM 中にでもまたちょっと SNS 訂正しますけど。はい。ええこの後すぐですからね。オシロクマさんからツイキャス。うん。百歩譲って月曜六時に仕事が入っているなら仕方ないけれど予定は入れないでください。これベトナム。どどせ論だ。ああちょっとなどせ論だ。そうだな。もう俺が 親だからとかなち、ね。<laughs> 今回ごめんなさい。俺もしいや俺親だけどお金だけもらってるからごめんなさい。今回休めないしとかもなし。な,なしかな。<laughs> そっか。まあ仕事じゃない限りはって感じですね。そうだね。かねだから仕事でも俺最初本当によ。はい、仕事でもどうかなって思っておいたわけ まあもともとレギュラーで絶対あるやつですもんね。なんですがそこはあのもうご好意に甘えさせてまああのま事務所がねそういうから <laughs> <laughs> いや俺本当に昔を確かよもにょもにょしてるやん。あのいやあの別に自分を正当化するわけじゃないんだけど、はい、本当にタクシーカー誰かみた一回行ったことあるもん。はい。 あの月曜日、祝日の時なんかイベント入ってきたりしよったから、うん、いやこれちょっと待って、もうそもそも生放送でもともと入っているのにいいのって話し合ってっていう形だったんで<う>まあちょっと甘えさせていただいて<う> FM のさんには、ね、やらせていただいてますけどここい,い、はい、来週はということで録音放送になりますんでね,、はい、ねぜひぜひ皆さん、えー、今日この後七7時過ぎすぐ始まりますんで生放送中に、はい、ぜひ今週分は普通に懸命、えー、<い>昨日、芝居見に行ったよでもいいしね。どうも感想、えー、はい タイトルはいつもの通り書いていただいて結構ですが来週放送分に関しましては2月12日放送分とかですね来週のだよとか今日読むなよとかなんかねなんかキーワードというかわかりやすい目印をさっきは絶対読むなよーなんでかなんでもいいですからの懸命にわかりやすくね書いていただければと思いますちなみにツイキャスウチーさんから後の収録での提案でしょうねははいい、お題で3分喋るやつを収録でしませんか れこれメールなかった時のために一応用意しとこうかなと思っておれ面白いですよね。面白いなえっと、うん、確かどれぐらい前にやったかな2か月、3か月前ぐらいにやりましたけ 3, なら3ヶ月ぐらい前にやった時はまだ寒くなかった気がするなおじさんは。<笑><笑>おじさんって肌で季節感感じますよね円だったた <laughs> はい、はい、あげ俺大体大城さんが考えてくれたお題なんですけど相手に100円げるとか。 <あ>うん、そしたら相手に100円あげるって言われてびっくりしたよ遠くの話題だけちゃうんかいっていうね200円もらいましたからその日2回ったよな <laughs> どんな転童院やあんな短いスパンでや <laughs> すぐ使った <laughs> 先輩からもらったっ、ね、<や>まあそんなのもあれば必要あ確かにね俺多分あの時寒かったら100円あげる時にもっと悔しかったぞん、はい、<laughs> で感情が変わってくる <laughs> う寒いのにこんなお金まで取られてっていう <laughs>、まあ、損に損したみたいな,感じな,のかなだからまあ多分ね寒くはなかったんじゃないかなあの時の感情を思い出してみればそう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 なんですそれだったら皆さんからもお題募集したいですよね、うん、なんかこれはどうしようでもオリジナルを当てにあ 3分お題ってやればはい、ああそうそうそう,そうまあでもあれさ,れれあ,れさあのどうだろうお題も出すの難しくないどんなやつだったあれ例えば高校の頃の思い出とかそんなのあった結構範囲広すぎないそれだと大城さんが作ってくれたやつだった、うん、あ例えばことわざな古事聖語だよな例えば四面楚歌みたいなことをお話しくださいみたいなはいはいやりましたやりましたね ああこれでもももお題難しいかよじゃあもしあのいただいて、えー、3分トークお題っていう件名であれば僕ら開きませんのではい、はい、ちょっとお城さんじゃあ選別選別していただいてお城さんの、はいまあ、LINE でね、うんえー、採用不採用という形で使わせていただければ、まあ、その前にそれぞれの,あのフリーのメールというかはい、はい、たくさんあればもちろんそちらを優先して紹介させていただきますので足からずということでございますね。 あのさあ、はいはい、これ皆さん気ぃつけてほしいんですけどね。何でしょう。洋連金って聞いたことある？洋連金、洋連金だったかな、ちょっと待ってよ。漢字はなんですか？あの連金が必要とかそういうことじゃないよ。連続で金もしてってことじゃないよ。はい。洋連金？漢字、いや漢字はねこれとっても難しいんだ。洋連金？金の名前だわけよ。金って金帳。溶ける。あのー、あ金。菌水溶液の洋。 蓮は連なる菌は便秘菌の菌誰が便秘菌よやおい最近の菌ね妖蓮菌っつってウイルスの方でこれネタ話から先にしてしまいましたけどあのね週末めっちゃのぞいたくなってデージタいわけよ妻のみこんでたらデージタいわけよで病院に行った時10のうちどれぐらいきっ 痛いですか10が限界だとしてって言った時に8って言ったぐらい痛かったわけ相当上じゃないで,でも本当は9ぐらい言いたかったよ <laughs> たでも大のな40超えたおっさんがなもうあと1で我慢できんくなるぐらいかって思われるのも嫌だったから一応1個下げて8って言ったわけで熱が正直マックス9 ° 6分までいったわけ、はい、あらまあ これもう絶対インフルだと思ってそうですねいろいろお仕事もあるしやばいなと思って、うん、でそこも救急行って、はい、で調べていただいたところ喉が痛いこんなこんな痛いだけどちょっとしゃ喋れてるさ声帯とはまた別のとこが痛いから、うん、で今までこんな痛み。 ありますいやこの痛みは多分初めてです普通にしゃべったりとかのはい、はい、生体の痛みとはまた全然違うから、はい、いや初めてですねで10のうちいくつぐらいですか8ぐらいですかね 9, 9, の9だけど8ぐらいですね、はい、<laughs> じゃあインフルか要連菌かあ身近にインフルの方いますかとか一応まあメンバーもいたりはするさまあララ接してはいないけどはい。 まままあ、まあまあいますと、うん、あじゃあどっちか分からないちょっとじゃあ先生の診断を受けてからねっていう話になって夜遅くから1時間とか1時間かかるまで今も多いからあそっか実験も実験患者さんい。そうそうそうで、えー、お医者さんのど見てもらったらあこれはまあおそらく幼蓮菌ですねと、はい、扁桃腺のところもちょっと白っぽくなってるし、うん、みたいな。 で一応どうしますインフルの検査も一応しますと「両蓮菌だけにします」はいはい、でも一応インフルもしろってわからんとな、まああ確かにあるだからじゃあじゃ情両方お願いします」はい、そう言ったらやっぱり両蓮菌出てよこれ本来何歳から言ってたかな、はい まあ、3, 3歳えニューヨーク時からかなから15歳までが多いんだって <laughs> ヤグングマンいやいやどこで喜んでるんですか <laughs> ヤングマンイエーじゃないよやいや3030<上>30余ってビール買う時に免許証請求された時ぐらい嬉しかった、ね、いやあれってさそもそも40代の方はかかりにい,いやでも大人もかかるっておたふく風みたいな感じですいや確かとか あれは一回しかかからんでしょう。はあ<ー>。病は違うんじゃないかな。で、これ、まあ、あの、薬飲めばすぐ、あの、何、感染力もなくなるから、<ー>そんなにうつる、もう、今はもちろん完全に。はうつらないんだけどさ。ああ、大変なもんしたね。これ、絶対もうやばい、芝居、もう、あんな、決勝懸命練習してきてよ。パーアナルのもね。 ばあ。いやいやいや、だめだ。降ってない、降ってない。もう何でもいいから、反応しとけ、おっしゃ押したら、すぐなるやし。病み上がりで。出し尽くそうとしてます。溜まったもの。そう、だから。すぐ、皆さん、あの、熱高くても、インフルじゃない可能性もありますんでね。溶連菌ね。すぐいって検査していただいて。うちいさんが、溶連菌感染症って、すぐ出してるんで、結構メジャーな病気なんですかね。あ、そう、そうかも。うん、あ、ぱでんねん、そう、うちいさん、ぱでんねんです、今。ばあ。ちゃんと、テ低燃やってましたからね、見てる方。

タケシマンとか出てたやつですか。タケシマン、ああ欲しい。あ、なんだ。タケシマン？タケシマみたいな,なもうちょっと可愛いやつよ。もうちょっと可愛いやつ。うん。え？え？なにタケシは可愛くしてよ。タケ、あ、タケチン、タケ。タケ、ああ欲しい惜しい欲しい、可愛すぎ。あ。 タケチャンマンタケチャンマそうそうそういうことよそういうことですよはいはいはい番組名が分かんないですススキのニューヨークよ分かんないそこまで私いくつでしょうこの時あ知っとるけ妖怪人間妖怪人間知っとるけいやほほほかもう番組名は何ですか番組名番組名はなんでヒョウキン族さヒョウキン族ヒョウキン族の中の大人気コーナーさあ いやそうよって言われても当時の人じゃないしかんや知らないしあっアダモつって今ツイキャッでアダモちゃん来たあれもひょうきんっかそうだねあアダモちゃんはあれですよねなんかえっとなんか島崎さんギャートルズみたいな格好でああそう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 そ ピッピーよかちゃんだあっヒルってガーガーもうデージどんどん出てくるなやばい今日これだけで終わりそうやばい昨日の芝居なんですよと iPod もあったらちょうだいあ iP あ iPodiiPad か i p o d i a d ああまあ後ほどでいいでしょう、はい、いやあの昨日南の島の雪女はいえー、モデル事務所カラーズ主催のねいい話5部作の第4作目、はいえー、主演玉永ゆきちゃん、はい、そして1 0、えー、で僕が出演いたしましてはいえー、無事 お14時半と18時の2回公演をね<ー>、えー、終えましてはい,、はい、いやーよかったなーこれはどっちのよかったなですかまあ漫画、まあ、そうだねまあでもやっぱりねこういうのって大体2回公演、まあ、1回公演もそうだけどあーそこ ちょっともうちょっとできたなとか、うん、昼の部ではあっちできたけどあっちダメだったなとかっていうのが夜の部はちもうちょっとできたらなみたいなのがやっぱりまあありはするんですけどもね。はいはい、一回こっっきりじじゃないって感じす,、ねえー、するんですけどまあそうじてよかったかなと個人的にはね、はい、まあこういうの言っていいんかなまあいいんかな、はい、夜の部の方が個人的にはできよかったかなっていう気はしたんだけどまあ主催者の話を聞くとでもどっち、はい どっちがいいとはっきり読んかったよ、はい、なんとなく「昼の部」の方が全体の完成度としてはよかったみたいな空気をちょっと感じたけどねまあ総合的な感じとかうそ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 うまあまあまあでもどっちも盛り上がったなよかったしさあ,あれあるって話でしたけど、うん、ラブシーンでしょラブシーンあるかどうか二言してたんだけどぶっちゃけラブシーンはないよ。 おお、でも夫婦の。夫婦で、まあ抱き合うシーンはあって。ああ、なるほど。っていう感じなんですけどね。役得じゃない。ですかいや、本当だよ。<laughs> モデルの方と綺麗なスタた役は本当に。危なかったね。いや、何がよ、この役得で危なかった。ああ、ちゃん、既婚者じゃけた、危なかったよ、あれ。<laughs> 言ってた。言ってたの。<laughs> いや、本当によ、あの、当日本番前に、また、や俺が体調崩してるの、知ってるもんだからさ。紙袋いっぱいの、ゼリーからや。 スポーツドリンクからや味噌汁と味噌汁作れるようなあったかいマグカップにあったかいお湯入れてきてこれこのマグカップもわざわざ買ってきてこれってからさパンとパンとマイチングパンとマイチング今日なんか全体的に古いぞいやだって聞いてる人間もだいたい古いでしょいや古いって言うな同世代でしょ同世代の方ね古いと言うなそう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 いやでもよかったですね ただあの一、ー、回目公演終わって、はい、で二回目からずの社長さんがもうエンジンエンジン組出ていうからりになって、もう最後ですから頑張りましょうと、うん、ね、えー、今日まで頑張ってきた仲間です、はい、ね出し切りましょう、うん、明日からは赤の他人です。はい ちょっと待って <laughs> 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 まあもちろん冗談ですよああこれはみんなをリラックスさせるためのなアフタートークでは本気で言ってたみたいな感じで言いましたけどね <laughs>、まあ、もちろん冗談でもう僕は一番最後までグループライン抜けませんからねっていうような話で<ー>ちょっと訳ありゃほんと盛り上がってそっかそっかグループラインはもういらないやつではありますもんねそうだわけよ あ、やいや抜けてないだから俺が言ったからじゃん多分俺が言わんかったら誰かもう今頃抜けてるよねいやだって変なだって、うんはあ,あでも打ち上げとか後日あったりする後んですよね、はあ、だから僕の体調もんぱかったのかまあ、はあ、昨日は一応もうちょっと遅いんでとは言ったんだけどまあ確かに終わったのは8時解散9時前ぐらいだったんかな。 小学生も出てるから、はい、もしかしたら彼女たちも来れる時間6時7時ぐらいからどっかでやるのか、うんあまあ、その辺はちょっと分からないけどそうあだけど、あのー、これは本当にグループラインに関しては、はい、この「まからず」の社長さんが。 ちょっと次なる展開もぜひやりたいって言ってえらく気に入っていただいてこの芝居をこの設定をというか僕とゆきちゃんの夫婦役とこの子役の子役のまた WB のかなンちゃんがまた本当に上手だわけよめちゃくちゃうまいらしいですねもうびっくら決まろじゃあ古い古いかどうかも分からんぐらい俺もこんなのあったか分からんけど確かあったかなと思って新しく感じるほどにそうそうまあまあまあすごいわけようん あのね、本当ヤンキー少女を演じたんだけど。はいはい、普段はまた笑顔が可愛い子でさ。もうこの役とは真逆な。全然違うね。なんか。すごいうん、役がぴったりだから、はめてるっていう入れ方あるじゃないですか。うん、はいはい、あ。そういうことではないですか。で、うん、あ,あの書いたの宛書きではなくて、キャスティングを、はい、そう、こっちの社長さんが。うん あの夫婦役はもう絶対弁ンさんとユキちゃんにやってほしかったってイメージは固まってもらって一応ダメ男役だっけど駄目夫役なんだけどちょっとやっぱり嫌な夫と思われたくないらしくまあいい話だからそうやっぱり役者さんによっては、はい、この嫌な部分いっぱい出すから仕事しない。 あえ酒ばっかりの萌えばっかり行くパチンコやるみたいな実際これを見てる側が「はい、何このところ最低!」って本当に思ったらもうダメだから<ー>ちょっと愛されるようなダメ夫じゃないといけないっていうことで、はい、もう本当ありがとうございます私それで。あ この役は本当便秘さんしかいませんダメだけど愛されるという役がもう言っていただいてでもんか分かるありがとうございますと最終的に70代のおじいもういろんなものを乗り越えてきてもう素敵な夫婦老夫婦それこそ昔で言ったらチャーミーグリーンですよ分かる分かんないです。これ分かんか昔我々世代の理想の夫婦像っていうのはチャーミーグリーンの CM のおじいおばあみたいにおじいおばあになった時に「手繋いで歩きたいね」「はっはっは」っていうのがもう大体定番だったけど女の子大体これ言った。 チャーミーグリーンの CM のおじおばあみたいになりたいねっていうああチャーミーグリーンったら <laughs> おもしも今後まあ40代とかある程度15ぐらい上だったらいけるかな今40歳ぐらいまでいけるはず、はい、15ぐらい上の男性とお付き合いすることがあったらこれいってみ ギャ,ギ,ャフンギャフンじゃないんていうの <laughs> もうなコロンこロこといっちゃうてチャーミーグリーンみたいな夫婦なりたいわーっていう、うん、チャーミーグリーンの CM みたいな<大>チャーミーグリーンみたいなったらもうなんか洗剤みたいな, <laughs> な夫婦になっちゃうからさ <laughs> チャーミーグリーンの CM みたいなも婦汚いとこばっかりあるけど、ね、そうそうそう,そう覚えときましょういったらもう40以降 四十 <laughs> 代五十歳ぐらい以降かな <laughs> いいですよこういうのどんどん教えておく武器は多い方がいいから4 40代をしかす時はこの言葉だね覚えておきましょうあなんとかさんって、はい、いいですねなんかいい旦那さんになりそうあいいななんかチャーミーグリーンの CM のオジオーバーみたいになれたらいいなおらやましいな <laughs> あ、あ、あ、いやそ, <laughs> いやそなんなこいで もうこれ一コロリ、一コロリから。一コロリ。こいつだどなんか飲み屋とか一転かなりません。うん、<laughs> 働いてたのかなってなりませんいやいやいやこれはね。いいんじゃない。じゃあ理想の夫婦像の。はい、そうそうだから今後なんかだからまあ再演含め再演なのか。はい。同じ設定でもしかしたら<ー>今回描かれなかった夫婦の部分を描くのか。なんていうんですかこういうのスピンオフっていうんですか。うん まあ、スピンオフはあれかな脇役にスポット当てたりにってことなのかな分か,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 からんけどまあ本筋ではあるでしょうね我々二人がいてあスピンオフもありえるねもしかしたらこの子役の子が主人公でっていうパターンはありえるかもしれんねあとか淡い子もなんかテレビドラマとかできませんかねみたいなことを稽古中は言ってたりとかしてたんでまあ何かしら まああちらの社長さんもやり手なんでねもしかしたら何かしら動きが今後あるかもしれないんでグループレンジャじゃあ皆さん抜けないでおきましょうねって言ったわけ最後にああ<ー>そうそうそうでもさこんなテレビとか映画とかになるときに怖いのがよ、はい、このオリジナルのキャスト一人だけ外されるとかさありえるこれ大人事情でよ制作サイドスポンサーサイドがさあのー、な,なんて言うんだばんびん 便利便んべん便んべんべん何でもいいんだけど、この、このおじさんさ、旦那くんは。これは、だ、あのー、ごいごいしょうと、交代して。<laughs> この一言。ぷちゅ。すごい交代。うわ、怖い,すい。そうなった時に、俺はどのタイミングでグループライン抜けたらいい。だからよ。みんな。金城、金城さんと一回ハイタッチして。<laughs> よろしくお願いしますっていう涙のバトンタッチをしてみんなの前で大会ごとにした方がいいかもしれない、ね、ちょっと本当に涙出てきた <laughs> じゃあ待って最近すぐだっからもう <laughs> すぐなくさい。いや本当にそうだったらつらいよねだって今までね便秘さん、うん、便利さんしててそうそうでも本当に俺だけ抜けるんだったら大丈夫だから読んでからみんなの前で。 あのちゃんと言ってほしい <laughs> あ一応最初も,う聞いてからだよもちろんその場でみんなの前で言われたらさすがに俺もうチーンだからまあ1個挟んで五百栄賞さんになりました挟んでっていうのを1回事務所に連絡もらってマネージャーから聞いて、はい、代表からでもいいよ <laughs> 聞いてた上であの「じゃあお疲れ3回」みたいなのちゃんとやった上で、まあ、これはも一事情も知ってるからこの業界のね、うん、大丈夫ですよってみんなの頑張ってよって、うん、ただ五百栄賞さんが俺よりいい旦那役を演じるか分かりませんけど。 頑張ってくださいね。一個の、一個のすかしっぺを残して。綺麗には離れないですね。散々やっ払って、くだまいて帰れます。わ綺麗じゃないな。大城くまさん。うん。という気がてますけど。竜神まぶやザムービー的な話ですね。いや、いろいろありますよ。ハル春サザエイカー的なところもね。あれも。まあ、いろいろあるよ。そんなの話、ゴロゴロありますけど。 じゃ必ずしもいい演技をした役者がそのままっていうっていうわけでもないやっぱ興行的にさはいはいっていうのもあると思うけどだってほら前言ったさ俺内いちのや大きいやこれはもう言っていいんですかねいいよねオリジナルはねえ何怖いじゃ怖い話じゃないわけ別に「進撃の巨人」のそれこそスピンオフで DTV か何でしたっけ 僕本当ね、監督さんからじきじきにお話いただいたんですよ。ベンビーさんが。ベンビーさんが。ええー。そしたら、なんかいつの間にか。今回、すみません、なしでっていう。のが事務所サイドに来てたね。お去年か一昨年。に行ってたやつですよね。一昨年ぐらいかな。大きい仕事が来たっていう。そうなのよ。<laughs> えあ、もし、うん、この、本当に出るってなったら、何役かまでは決まってたんですか。うん、これで出てしい、ね。あ、そうそう,そう、僕、監督さんから聞いてたのはあった。はい ちなみにあの主人公のスピアムの主人公の竹田なんとかさんというか空手のやる女優さん女優さん、うん、どの役だろうあ本編の映画に出てるかわからないよはいはいはい、はい、に恋をする隊員役ではいはいちょっとセリフもありますとへえ<ー>いうお話いただいたんだけどねすごいお話じゃないですかそうそうそうで監督さんがベビさん本当にできないんですかみたいな話を聞いて事務所に確認したらいや もう亡くなった時行きましたよってことだったか,だからよ,よくわからんわけだからなかあったんじゃないああこの上のわからんけどよなんかわ我々が知らないいやもうわからんこれは彼は本当にもう何とも言えないからわからないんだけどそっかそっかそうなのよそっかだからもう俺は一個こういうのもあるから <laughs> の野幸恩女も大丈夫です、まあ、まあ、タイミングとかもあるだろう免疫はできてます一 <laughs> 回かかってますね,ね喉ももう免疫できてるから、はい、もう丈夫ですとキャスティングカット菌にはもう一度侵されてますから <laughs> じゃあもう大丈夫ですねだからといってカットしても大丈夫っていうことじゃないかできる限りオリジナルメンバーみんなでいきたいなと思ってそういうのは幼少期の子役やったるかちゃんもかわいいしさできればみんな一緒にやりたいなちょっとオープニング長くなりましたけれども今日もこの放送中のメールとそしてまた来週分はこのあと生放送終わり次第収録しますんで収録放送分のメールも懸命に「来週分」と書いてぜひ送ってきて頂ければと思います。 ではでは CM です。 この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けしますビッグワンでの買い物楽しみだなえー、にーにえあ、ヤンキーだだ、人借りよういや、僕今日お金を持ってないんですよほらよや、今からビッグワンで買い物する人が人持ってないっやかやだ、持ってこいいや、本当ですビッグワンは現金がなくてもエリーやエウォレットでお得に買い物が楽しめるんですだ、やり方なろう良い品をいつも安くビッグワン ニトリさあ月曜レジンは <laughs> ええー、未来の話ですけどシーゲーさんのオリジンアワーと言っておきましょうすごい優しいだからよ このベンビーさんがねあ,あ,あのやさしてるってのを聞きつけてそ<う>シゲーゲさんが差し入れ持ってこないとーって思ったって言ってから今から買ってきてき何がいいですかって <laughs>、えー。なんでもいいです、そのもう本当は気持ちだけでもう今お腹満たされたんだけどよ。 うんうん、とりあえず一応物があったらもうちょっと満たされるからそうです、ね、詰めれるものは詰めおきたいですよね、うん、お腹に入れられるものは何,何,何でもいいですよそしてそんな話をしながらごめんなさい私今フェイスブックとツイッターのさっきの誤った情報を直してます <laughs>、ね、これごめんなさいねあの業務にこのラジオにかかることなでこのすいません、はい、これで終わります、はい、あのツイッターでは8時って言ってたんですけども、うんあのー、7時からそう7時このあとすぐね始まりますのではい、はい、ちなみにツイキャスでうちさんとファミマの店員さんからはい 宇宙さんから、ベンさん、弁3月の便秘会の日にち教えてほしいですというのと、はい、ファミマの店員さんから、2月も知りたいですと、うん。あらファミ員さん 来てますよもう2月終わっちゃったよね <laughs> 2月終わっっちゃった <laughs> 基本あの便秘会は第1木曜日はそんなにう動かさないですね、うん、で来月もそのまま予定通り第1木曜日1日で 1> 3月1日やりますただ、P「P&B」はもう来月が最後になるんで最終回なんで第3水曜日だと僕がちょっと思いっきり飲めないということがあるんで、ね、最後だからみんなに盛大に飲もうよパーティーしようよということで 1>,、うんえー、1日前の3月20日火曜日はい にえー P B、ですよパッションサントのやつは、うん、3月は3月20日の火曜日、はい、やったかや20日だよね。 第3火曜日にえやりまますすよろししくお願いいたしますます、ね、本当に結構みんなでワイワイメイイメンでで考えてるんですよねそうそうだから今「どうしますか?」ってからもう今月の、P「ピアノ &B」も会ってないのに今企画の話が出てて「ネタやりましょうか頭にはピアノ &B」でもっていう話も出たんだけどまあピアノ &B っぽいっていうと今までいろんなアホ企画があったからお客さん交えてのその名物企画を何個かピックアップしてお客さんも一緒にさパーティーみたいに盛り上がって、はい。 でたいなあっていうのが、今ちょっと僕は押してるんだけど。うん、あどうなんでしょうね。ちょっとまだわかんないですけど。はい。楽しい感じでいければなと思っております。なんか、ええ、サーキーへの反応がすごいな。なんだろう。えトミカ新潟さん、あれ、サーキーきれいになった?。<laughs> ちょっと待って,て。川上探偵さん、左は宇多田ヒカル。<お>ええー、なおパパさん、うん、ええー、えトミカ新潟さんでいいのかな?うん。えー、左の人、感じが変わった。うん。 その後大白熊さんのちょっと気になる現場で見る限りは綺麗になってないですね綺麗にはなってないよな普通いつもより別に綺麗にもなってないし綺麗でもないし髪の色化粧はいつもより薄いんですよ薄化粧薄化粧朝の厚子かなもしかして織友さんがリップサービスって言ってるけど我々の コンビの名前じゃないですよねこれね。ああリップサービスってそのそのままの意味ですよね多ねえー、ちょっと待ってちとなんか変わってるかいや<っ>これが見た現場で見る感じは本当に変わってないですね。変わってない全然。コラジは？コラジも別に変えてない。じゃ化粧が薄い分から何でしょうね。なんか昨日も言われたんですよね営業先で。負債がよ弱い。ああ負債弱くなってる？ちょっとそれ多分薄化粧したあれで二重が弱いんでしょうね。そのぐらいかななんとなく違うでいうと。 痩せたとかもないし別に何も変わらん幸せなことがありましたとかも特にないいや特にない特にないんですって皆さん毎日寒いしなんもないんですって一人でご飯食べてるし、はい、じゃこちら行きましょう <laughs> いやこっちは先週来てたやつだなこれ一発目でいいんかなはい行きましょうかうん、えー、横ちんは <laughs> <laughs>、えー、修正済みでいいておりますありがとうございます えー横通っったってことですス、ね、ギ、はい、子さんミステリー小説が好きなベンビーさん、うん、チャンさんサーキー誠一マサックスビッグワン様ゴヤさんリスナーのぐす痴よビッグノー J ビーンビーンビーン,ビーン、はい、ミステリー小説が好きって知ってるってことはなんか出たんだあの、はい、今回ねラジオ沖縄があ違うラジオ沖縄じゃない県立図書館がバレンタイン日なんであなたが恋した本 私が恋した本みたいな感じでラジオ系のパーソナリティとか好きな本を紹介するっていうのがあってあれにちょっとアンケート答えたんですけどあれどっかで見たんですねじゃあまずはベンビーさんみゆきさんジュピノリさん玉名ゆきちゃん土曜日の親子ラジオお疲れ様ですどうも聞いてたんですね先週の放送かなじゃあ親子ラジオでいうとね。 してから先週は小室哲哉さんが浮気疑惑で引退しましたね浮気疑惑といえば最近はやたらと芸能界でも多いですね誰もが耳を疑ったのがあの国民的女性タレントのベッキーさ待ってもう分かりやすく鍵かっこつけんけボケるよってところにあああさっきやボッキーやらんあん安易なボケをベッキーやんだ。知ってるよさっきやめなちめなちうねるららでやる チブル大丈夫やミヤやどや、えー、サーキー<は>最近は朝起きても下半身が立ち広しにならない俺の気持ち考えてよ <laughs> デジやばいスナックトークやつこれしてから<ー>ベッキーも最近でもメディアにもちょっとずつ出てきてますね、うん、一つの間違いで芸能生活が変わるのは大変ですね、うん、ベンビーさんは大丈夫ですか<お>サーキーはおっぱいですかおっぱいですそしてベッキーもそうですがあのお笑いコンビ極楽トンボの山本さんも最近メディ <ス>えーやーさっき極楽カットしました。なんだろうあらんど極楽トンボやんど。チンポっぽいよね。チンポっぽいっすよね。だけどボッキーが通ってチンポカットってある。さっきや、はい、ラジオのラジオ分かったみや。生放送やんどうや、チブルフリトーにやこっちのセリフどうや。さっきや。 那覇で飲んだら辻に行きたくなる俺の気持ち考えてよ。知らないよや行け勝手にしてから。うん。安室奈美恵さんや宮里愛ちゃんなどのスポーツ界や歌手活動を引退する人がいれば、うん。20周年記念の沖縄の歌手もいますね。ほい。さっき沖縄のその沖縄の20周年記念の沖縄の歌手は誰たちかわかるか。えー、どなただろう。うそう正解。言ってねえよ。キロロ。え<っ>。今年で40歳になる二人は今年。<っ> さっきチローアランドキロロヤンドこれはどう思いますかベンビーさんおかしいと思う俺は挿入からフィニッシュまで見こすり半ですよってバカやろ言わすな言わすな誰が早打ちのヒットマンよやうるさいよやヒットマンなのか知らんけどさっき毎回毎回言うけどブラとキーは最後まで引き締めていかんとそれじゃ最後まで楽しく聞いてますミルロドリゲストもうちょっと興奮してる まチロもひどいけど。今日はダメだよ。チロアランドキロロヤンドって俺今優しく訂正しましたけど。はい。チロアンドキロロヤンド。これチロアンドキロロみたいなね。なかか抜けちゃってる。はいどうもみたいな感じになってる。はいどうもチロアンドキロロね何人組をやってるね。チロウはたして一人なんだろうかっていう。沖縄中のチロがね。何何万人も来るのかもわからんし。そうそうそう。ややこしいひどい影響。チロはチロで大変みたいよ。ああ。まあね。悩みが。 なんか、うんうん、なんこの治療の方女性にも言われるんですかね？まだみたいな。いやあんまり長いとあれじゃない？やっぱり酔っぱれてる時とか僕らもありますけど。一時間とか。もうもう終わろうってときあるよね。<laughs> もうもう無理だ。こっちからもうあ空気差すときもある。しえ。もう寝るか <laughs> って言ってきます。治療の人は大変だな。早いのも早いであれだけど。いや俺は治療よりは全然早い老の方の人がいいと思う。はい あ、うん、そうですね。うん、だって女性、ちょっとごめんなさい、その辺の話になりますけど。はい、別にね、はい、それをしなくても、女性を喜ばそうはいっぱいあるわけじゃない。おちょっとかっこいいぞ。いや、いや、違う、本当なんいしょ、本当なんでょ。はい,はい、はい。だけど。なんかね、いけないって。はい、男は何も。喜びが、喜びがないったらほしいけど、うん、女性としても、なんか。申し訳ないなみたいな気持ちになってるとか。あたい、あたいのせいかなって。ちょっとかも、なんかね、あるんじゃない。な 相性悪いのかしらとかねあ,あると思いますよそういうことじゃないと思いますね<え>。まあ全然お悩み相談でもなんでもなかったんだけどね悩んでるみたいな話になってしまいましたけどね、はいえー、そう便利さん生き生きしちゃうんですよね心なしかね心なしかね、えー、じゃあこっちでいきましょうはい えー、月曜オリジンアワーで日坂さたたしているシーゲーです2月だよといただきましたもいいもんね,ね。今日だから中でお聞きいただいてますよあ,ありがとうございます、えー、先週月曜日オリジンアワーベンビさんいなかったです、うん、あ、そうだいなかったんだよい,いなかったよ <laughs> がっつり ねそうお芝居の稽古で申し訳ない。これも稽古がちょっとさあ、もうスタートが正月とか挟んで遅かったもんでも申し訳ないお芝居ができましそうなんですよ。え、ビーさんいなかったです。ニリ、サーキーとパラズのジャリスケでした。もうパラズになっちゃったよ。あ、パッパラズ。パッパラズね。でもパラズいい感じ。逆しかといいかもね。パラズパッパラズだって間違ってないですもん。そうだね。パッパラっていうよりはなんかパラズの方が。パラズの方がかっこいい。はい。ははは。い。ちょっと。 ちょっと今日差し入れもらうから。一応、2割増しで2割増して。2割増しでって言ってあげた。えっと、とと。内容は居酒屋の焼き鳥が5分で来ない話とか。新んとすけしゅりしめの話とか。45分ぐらい話してました。でも、シーゲイのメール読んでくれて、タンディガータンディです。どうした急にさて、ベンビーさんは先週月曜日オリジナルを聞いてほしいな。オリジンライブのマス がかりたかったら1月30日お笑い県産品15時50分から放送されてました。見たよ、沖縄吉本から赤バナパーリーピポー赤バナパーリーピポーハイビスカスパーティーですね。はいはいはい。漫才でした。マートゥあ、にっていうの。FEC から知る。早送りしたよ。みよ。みよ。みよ。メガネロックうん。 3月 FEC お笑い劇場でメガネロック王や卒業ってねえナイチークみたいだ2019年から東京で頑張るみたいです、うん、FEC 入って7年半ってさっきとあんまり変わらないねほぼ一緒じゃないかなオリジンから潤す,すけコントでしたさんまベンビーさんはヌでした <laughs> <laughs> びっくりしたもはや「ま」じゃなくて「ま」のよこの「 最後の点がちょっと上に上がって「ぬ」になったんかな思ってお一段階上ってこと <laughs> そうそうまああのこっちの最後の線がちょっと上に上がってヌー「ぬ」じゃなくてこれあれねヤンキーのヌー、ね「ぬ」ねあなるほどねびっくりした俺ベンビーさんは「ぬ」でした <ヌー S 1> 文字で見てたらジュニアを 一緒一緒かじゃマが一個分かってぬでいうわけね。はなるほどね。百マが一ぬぐらいの感じいいのかな単位が変わるんでね。毎回見ても楽しいな。まあ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 もいっぱいいただいてます。いっぱい来た。ありがとうございます。ユリキヤさんのことわざ講座二マ。二信者のヒトピト立つ。田舎から来たみたいな。四マ面白い話です。二月三日ナハジャスコでオリジンマネーの いや、オリジンのお金じゃないよ。オリジンマネージャーね。<laughs> オリジンマネージャーの永田健作さんが人間失格の営業がありました。ああ、パフォーマンス。そう、健作さんが大学生の時に、ナ那覇ジャスコでバイトしていたみたいです。うん、で、バイトしている時は大変お世話になりました。うん、ってて院に行ったら、あなたは誰ですか?<ら>。って、そうです。人間失格の白顔でした。あ,<ー>あ、白塗りでいったんかな。かなかね。<laughs> 昨日、某ラジオ沖縄公開放送でした。です。うん、ティーザージと。 サービスサンデーの公開放送でしたしんとすけ四はい。リ、はい、ップ ATM の漫才でしたまあ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 、まあ、もうこれマが数えられないうめっちゃ面白かったんだでもヌーまで言ってないからねあ、そうかベンビさんの方が上だ俺ヌーだから <laughs> です、えー、ライブ情報2月8日笑わないとがありますオリジンからグッドモーニングとジュン じゃあって武士みたいに潤選手ね、えー、ね。そういろいろ情報今出てきましたけどもね、うん、そう先週私がいなかったねえー、失礼いたしましたそしてお笑い県産品も久しぶりに出させていただきましてもう便秘さん何年ぶりですかこれ何年までは多分行くのかな、まあ、でもだいぶ久しぶりな感じはあったな、うん、で 僕もバイトしてたんですよ銀だこでそもそも茶ンで始めたんだけど一回やめてベスト電気で液晶電気<ー>液晶電気社、えー、液晶テレビの販売員やってて相方とですよ、ねえー、相方そうそうそう神田,田,田がもともと三里店でやってたのがはい、はい、あれがなんか他のなんかヘルパーみたいな感じ。 ままあまあいろいろろちょっっっっっと変わったかららくてってって俺入れてもらってで土日だけでいいしライブの時もちょっと営業とか入った時とか融通聞くよって話だったんだけどちょっと担当が変わったらさちょっと厳しくなったもんねすいませんこれだとちょっと僕厳しいですってことでじゃあ銀座こまた戻れんかなと思って茶炭店相談行ったらあーちょっと今茶炭店いっぱいなんだよなあ僕知ってる店長だったんで,で一応あくまでじゃあ店やっててもらっていいって話にってで1か月ぐらいでやったんだけど奈々店もちょっと。 沖縄市から当時通ってたんです通ったよいやーいやー、ほに那覇那覇まで行ったよ、大都会那覇ウルクウルクウルクマリウルク通ってましたねーそいところまでそうそう、大谷が卒業なんですよね東京で頑張るみたいな。ねえ2年の3月にそうそうそう俺、なんか近いうち俺そういえばニッキーと飲みに行くわけよえニッキーさんニッキーとでこれですかまた、読みたんで那覇で な自分何人いるから何でもいいですよ。そうなんですか。そうそうそう。へえ。またなんあのメッセンジャー俺ねアプリ自体削除してるって話。はいでそしたら俺の高校時代の恩師がエフイエフイーシじゃない。もうエフイーシがまた迷ってからエフイーシじゃない。えエフビな。Facebook。あはいはい。Facebook でメッセンジャーメッセージ送ってから見てって言われたんでねあじゃ壊れ目ないかにかんからアプリまた取って。はい。で恩師からのメッセージ確認したらパッと見たらあのニッから来てるから。はいはい。 一月三日に行ったわけ。結構経ちます、ね。ベンビさんお話ししたいです。飲みませんか？つって。へえー。でももう二月何日ぐらい三四日ぐらい前だったから。一ヶ月前でね。でメロクって、<上>あデジズごめん。もう、はい、今気づいたしさ、行こう行こう俺も。で日記もいろんな活動してるからちょっと聞きたいところもあって。そうですね。自分から営業もかけてますしね,ね。とか、<laughs> 俺もちょっと話したいよ飲むものもって言って飲むことになって。ね、今だこれがもう差し飲みにしようか。ああ<ー>。まあ全然日記だと差し飲みでもいいんだけど。 なんか良さそうですよね。人見知りもなさそうだし。そうそう、いや、何年か前ちょくちょく飲んでたんだよね、沖縄市でも。あ、そうなんですか。そう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 。一回話してさ、あの中野町で岸本と飲むっつって、あいつが一回コンビニで食べないってから、あのコンビニで立ち読みしてたら。なんかもう、やっぱ小ざだからさ、俺が立ち読みしたら、もう。俺の顔のぞい込んでくるアメリカ入るなと思って、虫知ったって、あのずっと覗き込んでこれから、パッと見たらニッキーだったっていう。はいはい、話しましたね、オリジナルナリティ。 Så, så, så. Så, så. ちょわれわれ2人では半分の力しか出ませんじゃねえよ、ね本当にね。そそそうううだからちょっと楽しみだなと思って。いいでうのもまた、今年東京とかで沖縄居酒屋とか回りながらなんとかこう旅費と食費ぐらいでもペイできるぐらいであればなんかやりたいなと思ってミッキーってなんかやってるぞあっちで投げってにだいぶ見てかそれの話もちょっと聞きたいなっていうのもあったりしつつゆっきーにも話聞きたいんだよな、いろいろ。 そう、忘れた。雪がキャンキャンの雪さ。そうだ。だった。忘れてた。 なんかいいツールになりそうですね日、うん、ッキーさんもまたツールって言い方したらあれだけどいいハーフになりそうん、いいハーフになりそうだちょっと CM いっちゃいますかね,いいです,ねすみませんあの一回ここで確認あのもうメールいただいてる方、えー、来週用でも呼んでもいいかなもしいいんだら、ね、もし残ったらね一応まあ下手に伸ばしたりはしないんですけどはい、はい、万が一の時はね、うん、はいということで一旦 CM です Uh-huh. Mm-hmm. Uh-huh. ビッグワンでの買い物楽しみだな。えー、二二円。あ、ヤンキーだ。だ、人借りよう。いや、僕今日お金を持ってないんですよ。ほら、お今からビッグワンで買い物する人が人持ってない。誰かや、だ、持ってこい。いや、本当です。ビッグワンは現金がなくてもエディや英雄ウォレットでお得に買い物が楽しめるんです。だ、やり方ならを。よし、なお、いつも安くビッグワン。 叫んでも無駄ださあ悪いことをしてやるぞちょっと待てーああこの声はちょっと待てーすぐ行くからな今ビッグワンで買い物中だからはいお菓子もラーメンも安いの。まだですかもうちょっと待てーそういえばシャンプーも切れてたなすぐ行くぞ洗剤も安いないや早く来い良い品をいつも安くビッグワン はいどうもリップサービスですえ森さん今日も顔が大きいですねいや誰の顔がビッグワンの店舗みたいに大きいお前良い品たくさん並べたのかお今日も滑り知らず当たり前やお前滑っていいのは驚くほどくっつかないセラフィットだけやで今日も報復絶当間違いなし絶当ってお客さん倒しちゃうんですそうそうそう笑いすぎて倒れてそのままワンダーコアで腹筋ってバカ良い品をいつも安くビッグワン 未来のお話、シーゲーさんのオリジナルはまだ差し入れ届いておりませんが確実に届くということでシーゲーさんのオリジナルということでご紹介させていただいております。大丈夫ですか？じゃ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 こちら。はい。お疲れです。五本指です。今年で歯二本抜いた。あ、二タちゃんと一日三回歯磨きしてるのに。ふ人はてなまあキャンさんいるのかなってことかな。ふ人りもちゃんと歯と歯の間を丁寧に磨いてね。ゾア。歯ね。 歯や俺歯並び悪いからよ私もガチャガチャなんですよ歯あんまりこの分歯抜けてるとかちゃんと見かけてないと思うんだよなあれやっぱやった方がいいみたい歯間ブラシなめっちゃ歯医者さんにいいうん、あれいいらしいな怖いんだよねなんか怖くないいや私やりちゃっちゃう歯間ブラシのチキンレースみたいなあります？ああーギリまで歯ごきギリまでとかあれやったことない大きさ俺そもそもがどこでどっかでやられたかな多分歯医者さん で、クリーニングお願いしたかんなじやってもらうと。怖いんだよね。怖い。怖い、あれは。その、銀歯を全部白にしたい。お金かかるんじゃないです。かかる。あれって、ランクがあるんでしたっけ。この白い銀、白いやつにするにしても。あ、だったかな。一応あるはず。不自然な白さのやつとか。はい、はい、はい、はい。あ、まあまあ、定型不自然に、ま白な人もテレビ見ててもいるんだけどよ。ああ。 なんかあるであえてその周りの色に合わすのかとかああ周りまで全部ホワイトニングしてとかああああなるほど,なるほど、うん、俺最終的にはこの名場模様もうなんかインプラントにしてからもう綺麗にしたい強制ここ、うん、じゃなくてよ歯,歯はだってお金かけようと思ったらいくらでもかけれますよね でもインプラントインプラントで怖いんだよねまたなインプラントねなんかな変な歯医者が逮捕されたりしたからね数年前にあそうなんですかねじだったから何か使い回したらいけないものを使い回したりして <laughs> 歯綺れにしようと思って歯茎き膨らんでみようわよ <laughs> はいどうも全部いらして面白い感じでちょっと面白いではあるな <laughs> 面白いではあるン選手がそうじゃないですかあれよビビってお笑いフリモンと言っておこうか<や>お笑いフリモンだからよ本んに,本当にこれ皆さんご存知かな あの名場ーーをでさえ前に出てるのに面白くしようと思ってもうさらに前に出したんだよねあれね会社さんに行って前にしてくださいって言ったみたいですよ,すごいですよあれはいいんですかって <laughs> デニールアプローチよ <laughs> もうハ <laughs>、はあはあ、まマでも面白くするためにすごいですね。な、はあ、すごいんだからあれね、えー、そこまでするかね <laughs> まあでも俺らに魂売った男みたいなとこあるねあるな俺はでもやっぱりどうしてもそれ以外の活動もいろいろ考えてしまうんだよな俳優業だから一本じゃないんだかもなと思ったりするとよまあプレーンであればあるほどいろんなことできますもんねそうなんだよ深夜さんがそうですもんねリップサービスの深夜さんがプレーンだから何の潰しくんだよねでもいいみたいな感じで はいじゃこちらいきましょう。はい。ええお来たね昨日見た人。はい。はいベンビーさん。はいさっきお疲れ様。ギマです。あギマさん。あはいギギマさんですよね。ギマさんですよね。ああわかるっけ？ああのツイッターで。あそかそか。あそう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 。絡みがあります。そうですそうです。ねええそしてさっきも会って話したことあるようだ。あ本当。だ、そしてベンビーさん昨日舞台演劇最高だったよ。更新役。そしてベンビーさん。 デイジアファーするぐらい感動楽しかったですよ、うん、そしてベンビーさんと玉名ゆきさんのやり取り僕は涙が出てきてハンカチで拭きましたよ <laughs> ちゃんと持参しましたよハンカチの状況を詳しく、まあ、教えてくれる涙が出ましたとかな、泣きましたで普通悪さその涙をどうしたかっていうのは別にね <laughs> まあおそらくそのまま乾かす人はいないでしょうねまあ確かに袖で拭ったりハンカチだったり手だったりいろんなパターンはあるんでしょうけど涙が出てきてハンカチで拭きましたよちゃんと持参しましたよわかりやすいちゃんと情景がね流れてきた涙の行方まで <laughs> ま涙の行方という歌をねぜひ<あ>書いてほしいねア、ね、ゲマさんには ちょっと詩的な感しましたねそう芝居を見たよ涙が出たよ <laughs> ハンカチで拭いたよ持参したよねあれ,あれ薄いな <laughs> <laughs> 内容薄いやギーマさんねジュピナルの同級生よあそうなんですか差し入れまでようんワッフルよあら。おしゃれな感じしないよギーマさんは見た感じはまままあまあ、まあ。クファワッフルよ <laughs> か固いワッフル ははい、はい、な,なんて言うんだよハードワッフルからなんだろうあのーいワッフルワッフル自体が甘いやつですよねまだ食べてないんだけど間に何も入ってな,なんとかワッフルって書いてあるけど何だった秋間さんハードワッフルねクファワッフルよクファ硬いワッフル固いワッフルはいはいはい、うん ボボロボロはフるじゃなくてよコファーは振るる <laughs> 沖縄感出してくるかなねえいやでも本当にギマさんありがとうございましたうん、えー、一人でだったら変なアファーっていう人もいるけどギマさん普段いろんなちょっとしたことでアファーアファーするけどよ <laughs> そうなだ一人で見に来てくれてさ <laughs> あららら僕とゆきちゃんの分別々で差し入れまでよえっ、ー かあ、ありがたいさ本当に。応援されてますね。はい、今後ともよろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、ウッチーさん、あ、来週でもいいよっていうのがあったんで、一応じゃあちょっとと,っといて他の方のから先行きましょうかね。ありがとうございます。はい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 。うんうん、あ,あ、ノーミーハートさんも来週でもいいですよ。い,いただきましたありがとうございます。ありがとうございます。ます大丈夫かないけるかな。とっときます。 まあ、いつは間違えなくいけるね、ノーミーハートさんから言っておきましょうか。はいえー、ベンビーさん、さっき、今日はいるのかな、キャンさん。はい,さーい、さあ。はい,さい、はいさあ、いいキャンさん、いないですね。うん、神奈川のノーミーハートですなり、どうも。この前、変な夢を見たんです。はい。そうです。私が見たんです。おお、変な。変な夢です <laughs>、えー。場所は大学のキャンパスとおぼしき教室の中。はい。そこにワンが。今と同じ年格好で座ってる。今あるわ、これあるわ。はい,はい、はい。教室の中、ワンが一人だけ。そこに、教団へ。 ののそっと現れたががベンビ先生あら我で教団へ立つなり先生が「今から大喜利を鍛えてやる!」と叫び出し続けざまにお題「こんなキャリーパミュパミュは嫌だ!」はいと振ってきたのでと下に出た答えが「バンコクの正式名称を空で言える」だよこれはと答えたら先生が「うん3点。 と一言だけえ感想とかダメ出しとかなしと口に出そうなところで目が覚めたんですねめっちゃなんか覚えてますね最近某局の大喜利コーナーに投稿しても採用されないトラウマが夢に出たのかなで、うん、てなんでもないよ<お>でさっきのお題の模範回答、うん、番組内で教えてくださいベンビ先生ああとサーキーも <laughs> では放送最後までちばりよでるでも。なるほど これはちょっと厳しいですね <laughs> 厳しいそういう時間じゃないからね <laughs> まあフリーな時間ではあ、うん、そういう時間じゃないからねいや夢の話はい、はい、大喜利はちょっと置いといて置いといて熱でうなされてる時、はい。変な夢をループで見るない繰り返し繰り返し繰り返し同じ夢ばっかり見るわけよえないか去年一昨年ぐらいうなされてた時はよ、はい、なんか部屋が死角で まあ、タイル大っきいタイルみたいな四角でやってて、はい、なんかこの夢の中だけどでのルールがあるわけ456じゃないんだけど、うん、ここに何個動いたらここには動けなくてで何人かいてみたいなこれで何回も負けるこれ何回も見てうなさ,されて怖いななんか今回はまたよ、はい、熱出た時何種類かあったんだけど1個覚えてるのは、はい、もうちょうどもう熱が下がってる時で足めっちゃかいてるわけはい、はい、でこの夢の中でよ なんか言ったら一応寝てる時ベッドがぐるって90度回転する場合、うん、でここで何か間違えたら「はあ」って「はあ」はあ、って脱いで「<laughs> なんだこの野球みたいな、ね、負けたよや」って言ってまた着るんだけどこれでも夢かうつつかよく分からんはい、はい、現実かもしれん。で着ようと思ったらそのまま脱いでるから袖がよびろんって反対に出てるからあ、はいはい、袖を直してまた着るばって。はい でまたねたらまた何回ってからこれまたベッドベッドがぐるんって九十度動くわやっぱ目回ってるんですよ。それでかな。ああいいですよ観光客かなはい我々も一緒に移ろうはいはいやってるよ外で気合出せへい。はい、thank you。せきゅう。o え我々も東気南はい。以前以前と観光スポットなってなんかこっちたまにこうやって背景に写真撮る方いらっしゃいますよね。ありがとういえ自己シェや。手あげるとかさ。 悪いことしてんじゃないからさっといなくなっちゃってね。そうとかそんな夢見るな。違う。ああシゲさん来た。うわ。あ収録前にいただこう。ね。すげ。とか見るな。私なんかしょっちゅう最近寝てないのか。 うん、レ水味なんか分かんないですけど頭の中でずっと今日の朝のレシピとか考えてるんですよ<っ>朝起きたらこれ作ってこれ食べようとかなんかあれじゃないいつもじゃあレシピ普段やっぱ気にしすぎなんじゃないの、ね、なんか起きて、うん、でその通り作るんですよ本当に夢でほんもう冷蔵庫にあるんですよその材料がだから多分考えてんのかなずっと今日これ買ったからこれ使って何しようとか。 牛乳使ってこれやろうってすごいなだから多分、うん、寝てないのかずっと考えたままなのか、はあ、もしくはもう「デリッシュキッチンダウンロードする」<laughs> 頭の中のアプリ,にアプリがもうこれ作れようってああだとしたら冷蔵庫の中までよく把握してんなっ、ね、なんか不思議な話最近よくあるんですよへえ<ー>楽ではありますけどね まあまあな朝起きてすぐ朝起きて頭の中で台本できてたみたいな感じですもんねさあというで先ほどクワクファはフルですけどギマさんから来たねカリカリはフルってあらシンプルまあある程度売るままあな感じでしたねいやでも本当に食べるのが楽しみだよとっておいてありがとうございましたさあということでこのあと7時ちょいすぎぐらいからですかね来週分僕がお休みになるということで収録になります僕とさっき2人でやりますんでぜひ e-mail」「origin」「@mark」「f m あ <は>そうですね。ええー、オリン夕立ち森放送で言うから、<laughs> オリジンアットマーク fmna ドット jp まで送ってきてください。ということで来週も必然的にキャンさんいないということになりますね。<laughs> はい、皆さんそれ,それでは来週録音放送でお耳にかかりましょう。さよなら。じゃねー。